ついに開催されます全日本体育教師選手権。一体誰が日本一の体育教師に選ばれるのか、ご期待ください。暑苦しいとは俺のこと、愛ある活で生徒を指導、昭和の化石吉田ゴンゾー。続きまして、みんな仲間だ、本音で話そう、お前らのことは見捨てねえ、熱血指導川口久美子。続きまして、生徒指導は方程式、爽やかにスマートに、イケメンインテリ大谷翔一郎。最後はドキドキワクワク新人教師、声は小さめ愛は大きめ、もじもじ先生科学校披露。さあ皆さん頑張ってください。では決勝戦第1試合はヤンキー、さあ構成させて、ティーチャー。だってやめえ、ムカつくんだよハーゲン。誰がゲンかこりゃ。どうさシャキッとせんか、母ちゃんは泣いてるぞ。はい、正座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 。それでは点数どうぞ。続いての試合は川口。ロサは人間は一人じゃ生きてられないんだよ。私のことカンクミって呼びな。飛び込んで来いよ、ここに来いよ。なんだバーガー、綺麗事ばっか並べてんじゃねえよ。帰る帰る。そうか、分かってくれたか。あ先生嬉しい。あクソツインって、ここに来いよ。はい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 、次はポー。いいかい、怒りというものは計算式で導き出すことができる。つまり僕に解けない謎はない。きっしょ、殺すぞ。かわいいやつだ。ではニャクス、よろしくお願いします。は あの大丈夫です。黒沢さんは生きたいように生きていいです。聞こえねえっつってんの。お前まともに喋れないなら口いらなくね。寝つけてやろうが。2回戦は引きこもり、やる気にさせて、リーチャー。黒沢、さっさと出てこい。出てきて学校に来い。3秒だけ待ってやる。3、2、1、出てこい。出てこいって言ってんだよこれやろ。舐めてんのかこれやろ。さっさと出てこい。カンクミだよ。ほら頑張ろうぜ、一緒に成長するんだよ。ここ空いてるから。睡眠時間ってのは7時間くらいがちょうどいいんだ。それ以上は良くない。はい、気持ちわかります。あの眠たいですよね。私もそういうことあったので。フィニッシュ。最終試合、勉強させてね、ティーチャー。しろ、勉強、自分のためだろ。勉強しろ、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 勉強しろ。頑張ろうぜ、一緒に勉強頑張ろう。カンクミも応援するから。勉強ってのはコツさえつかめば簡単だ。次。あの、黒沢さん。はい。やりたいことは何ですか？ああ、いい大学に行くことです。いえ、今この役の話ではなく、本当の黒沢さんのやりたいことです。本当の。何してるの？やりなさい、役になりきりなさい。いや、一流の女優さんになるのよ。ないです、別に。夢ないですよ、別に。そんなに気を使って笑ったりしちゃダメです。
本当に笑えなくなりますよ。私もそうだったから。加賀さん、そんな風に笑っちゃダメです。そんな風に自分を押し殺してしまうと心が苦しくなります。先生、フォーチューンフェーバーザボールドって慣用句知ってますか？意味はね、幸運は勇気を出した人に味方する。こんな大会どうでもいいから、黒沢さんのやりたいことをやったらいいです。いいんですかね。加賀さん、あなたは本当はどうしたいの？もっとちゃんと私の話を聞いてほしいです。自由になりたいです。フォーチューンフェイバースザボールドです。私は先生みたいになりたいです。あなたの言葉が多い。